談のためにスタートしていきたいと思います。今日のゲストは藤田道代さんになります。彼女はフリーランスでお仕事をしているんですけれども、からくりラボだからこそクリエイトだったりとかですね、がんに関わる団体のウェブページだったりとか、また名刺の制作などもされていたりとかもしています。そんな藤田さんのですね、がんに関しては、獣毛がんというがんに29歳の時になったと言います。そして今は、35歳で、その当時のステージは不明ということでした。治療方法としては手術と化学療法、まあ、抗がん剤の治療ですね、を受けたとおっしゃっています。そんな藤田さん、今日はぜひよろしくお願いいたします。藤田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。では藤田さんのですね、早速なんですけれども、藤田さんの闘病歴をちょっと教えていただけますでしょうか。今ちょっと、私はちょうど今から6年前ですね。最初は2014年の1月に、まあ、妊娠おめでとうございますと、地域のクリニックで妊娠を告げられました。ただその後、もっと腹痛であったり、嘔吐であったり、出血というのが出てきて、今回は残念ながら流産でしょうということで、流産手術を受けました。で、その、まあ、病理検査の結果は、どうも異常な細胞が混ざってるということを言われて、ずっと経過観察を、腫瘍マーカーなどの経過観察を受けてました。で、その腫瘍マーカーがぐんとこう跳ね上がり出したのが3月頭で、もうすぐ大学病院に転院してくださいということで、転院して、もうすぐ入院、翌日入院で検査して治療しましょうという状態になって、結局大出血をその日に起こして、大学病院にもう一回運ばれて、止血手術を受け、その時に、もう子宮と両方の卵巣と、両肺にも無数の何かあるという状態なので、まあ、病理検査の結果はまだ先だけれども、もう明日からでも抗がん剤治療を受けた方がいいですということで、先行して抗がん剤治療を受けました。で、その2クール目の途中、ずっと入院をしていて、病理検査の結果が出て、獣毛がんでしたということになって、で、まあ、その後も、この薬はすごく効いていたので、効く範囲まではこの薬でいきましょうというので、途中からは退院して、外来化学療法でもう6クールで、なんとか寛解に至って、2014年の6月に一応寛解して、今日に至るという流れ。はい、ありがとうございます。端的にね、説明していただきまして、はい、ちょっと振り返っていきたいんですけれども、このね、妊娠が発覚し、そして翌月から腹痛、翌月っていうか、まあ、すぐなのかわからないですけど、すみません、腹痛、嘔吐、出血があって、でその後流産になるということかと思うんですけれども、これはもう結構、この腹痛、嘔吐、出血っていうのは、これはもう、あれですか、この妊娠のその流産だったり、そういったためのものだったりとかしたんですかね。そうですね。今となっては何だったのかわからないんですけど、まあ、当時は、まあ、いわゆるつわりなのか、なんかお腹がすごく張るっていうので、都度こう先生に相談しながら、まあ、妊娠でもそういうことはあり得るし、ちょっとわからないねってこう見てもらいながら、結局流産、子供が育っていないからっていう形でしたね。そっか。まあ、そうけど、そこからね、その手術を行って、腫瘍マーカーが上がってって言ったところで、この時結構怖かったんじゃないですか。そんなことない。そうですね。たまたまその開業医の先生が、この獣毛がんを含めた獣毛腺疾患、獣毛がんって希少がんなんですけど、それを見たことがある先生で、初めの流産手術も普通なら病理検査出さないんだけどぐらい、悪い風には見えなかったんだけど、念のため出したら、ちょっと悪い可能性っていうのが出てるからっていうので、もうそこの時点で最悪抗がん剤治療
もしくは難治性、抗がん剤が効かないっていうあのパターンもありますって、もう最後までバッて説明されて、あのなんかもう怖かったというか、なんだろう、怖かったけど、まあ、先はこうなんだっていう、こう分かれ道がこう続いていくんだっていう、どうなるんだろうっていう感じ。あ、じゃあまあその開業医の先生のなんか、まあ、ファインプレーというかすごいね、見立てのいい先生で、であの、まあ、治療がちゃんとできればあの寛解も見込める、患者からしっかり見ていきましょうって、でもすぐあの転移が必要になったら切り替えますっていう、すごくいい先生ね、すごい。で大学病院に行って、でそのまあ、あのすぐね、まあ、大学病院に行って倒れて、でそれで家帰って倒れて、でそこのその中でね、またその検査して、そのすぐまあ手術するってなった時に、うん、この子宮だったり両卵巣両肺転移っていうのはその時にまあチェックして分かったっていう形じゃないですか、はい、これ手術終わってからこんだけありましたよって聞いたのか、手術前にもうこんだけありましたって分かってたのかっていうと、はもう家、夜に自宅で倒れて夜中の緊急手術だったんですよ。であの正直完全に意識を失ってるわけじゃないですけど、途切れ途切れで、うん、だからその術前の後で説明を受けたところでは、あの術前の CT の時点であの両肺にも何かあるっていうのは CT なので分かっていたっていう、ただそれを説明され、もう意識がね、もう飛んで飛んで、もうあの出血多量で、なんで、もうその時の出血ってもうあれ、うん、もうどんな感じの出血なんですか、もう。それは多分あの分かりやすいところから出ていたら、あの自分でもなんか下血して分かったんですけど、子宮の外側の動脈だから、こうお腹の中でどんどん出血をしている状態で、ただ激痛がずっと続いてるっていう感じで、最後の最後にちょっと下血をして、あ、これは出血だったんだっていうので、救急車呼んで、倒れて救急車呼んでっていう感じで。ああ、そうなんや。出血量としては1リットル以上で、もうあの肝臓の上の方まで全部これ血だよって後で見せてもらったら、もうお腹の腹腔内が出血が血だらけになってたっていう感じ。マジで。そう、あのこの時が一番命として危なかった、その出血量がすごく多かった。あ、じゃああれなんですね、まあ、あの本当外に下血せず中でこうね結構いろいろなって本当に痛くて、だからその血を止める手術をしたってことですよね。そうですね、あのまずは手術で、ね、あの止血して、はい、でそれでその手術が終わって、まああのまあいろいろあのまずそれで、まあ、悪いものだろうっていうので抗がん剤がスタートしていくと、もう翌日からもう手術の、そう、手術の翌日とか、そう、手術夜中に受けて、その日のうちに MRI を取って、うん、で確定、あの絶対必要だって確定して、でその翌日か、まあ、ちょっと未明なんで、まあ、ほぼ翌日からスタートしたっていう感じ。もう同意書書いた瞬間に抗がん剤治療スタートっていう感じ。本当一日でも早い方がいいですっていう。そうなのね。で今ね、単剤の抗がん剤ですけどね、まあ、あの標準療法ではねまた違ったりとかしたりとかしてるんで、まあ、そこに関してはねちゃんとあの見てくださっている人は主治医の先生だったりとか、いろんなちゃんと治療については相談していただければと思います、はい、藤田さんの場合はこうだったっていう形でね、はい、あると思いますけれども、でその後に獣毛がんって分かったんですよね。そうですね、やっとその出血で手術を受けた時のに取った細胞の病理検査の結果が出るのがやっぱり2週間ぐらいかかるので、それが出たタイミングでちょっとお話がっていうのを受けます、ね、でその後、まあ、あの外来の抗がん剤に変わり、外来でもできる感じなんですか、外来 の、 その通院ってことですよね。そうですね、これ受けたのが5日間連続筋肉注射を受けるという治療 で、うん、でまあ、普通はこのがんって言われた時点で治療法を変えるんですけど、多剤療法に、私の場合はこの1剤がすごく効いてたので、引き続きこの筋肉注射でいけるところまで行ってすぐ切り替えていきましょうっていうような感じで、なんか通院してました。
通院して、まあ、その日は体調悪くなったりとかするもんですか？そう、多分これもね、すごく個人差あると思うんですけど、私は結構こう筋肉注射を打ってもらって、まあ、2回目ぐらいまでは大丈夫だったんですけど、クール数がどんどん続いていくに従って嘔吐の副作用が、あと、まあ、骨髄抑制とか肝機能障害とかも出てくるんですけど、それが結構ひどかった。ああ、それ大変ですね、その副作用ね。どの副作用が一番大変きつかったですか、個人的に。休憩嘔吐、生徒剤もこう調整してもらったりしたんですけど、もう打ってしばらくしたら、もうずっと嘔吐、あ、吐き気嘔吐っていうのが翌朝ぐらいまで続いて、またその次の日また抗がん剤なので、5日間、まあ、それ乗り切ればね、もちろん休薬期間は大丈夫なんですけど、もうその5日間は24時間ぐらいっていう。あ、24時間。寝てました。ん、ずっと？ずっとベッドで寝てました。活動できないっていう。ですよね、もうずっと横になってね。うん、トイレとベッド、トイレとベッド。その期間過ぎるまでね、待つぐらいですよね、本当ね。それが出過ぎたら、休薬期間でもご飯も食べれるので、大丈夫。うん、で、そして抗がん剤治療が終了しているということですけど、今はどうなんですか？今は結局このあと3年間腫瘍マーカーの経過観察を受けて、まあ、一旦大丈夫でしょうというのでフォローも終わって、あの病院には通って、あの大学病院には通っていない人、うんうん、っていうことですね。はい、ありがとうございます。まあ、あの、まあ、がんの治療としては終了しているということですね。はい、ありがとうございます。ではですね、次にですね、藤田さんにお伺いしたいことがあります。それはこちらになります。どどん、よいしょ。次の、困ったことということでですね、闘病の時にいろいろどんなことに困ったかとかですね、何が一番大変だったか、それについてちょっとお伺いしたいんですけれども、困ったこと、藤田さん、この闘病の期間中だったりとか、そのいろんなタイミングでどこですかね。困ったことってたくさんあったんですけど、まあそうですよね、うん、一番はこうさっきも言ったように、すごく目まぐるしい、こう2日の間に手術と抗がん剤治療が始まるっていう段階で、こう何ていうか、何を相談したらいいのか、どこに相談したらいいのか、うん、で相談先にすごく困りました。相談先にね、うん、そっか、まあその目まぐるしいその段階で、けど一番はそのお医者さん、医療機関とかじゃなくて、そういう意味じゃなくて、あの主治医の先生はすごくいい先生で、だから、あの治療に関すること、それから体の副作用とか、あのそういうことはもう、あの本当に何も問題なくずっとサポートしてもらってたんですけど、うん、そもそもこう、なんだろう、流産からいきなり治療に始まって、しかもあのすごく珍しいがんなので、もちろん病棟にも、あの世の中的にも今ほどカミングアウトの感じもなかったので、同じ病気の人もいない、でも流産も辛いけど、とりあえずがんの治療を頑張らなきゃいけないみたいな、どういう気持ち、どこに相談したらいいんだろうっていうのがすごく困りました。確かにね、うん、どこ、確かに、っていうか、そんなね、1、2ヶ月でこんな急行ね、ここな急展開になってる人もなかなかいないでしょうしね、うん、し、なんかもちろん、あの私大学で福祉を学んでたので、あのがん相談センターが院内にあって、うん、サッカーさんがいてとか、うん、そういうことはあの分かってるんですけど、すげえ優秀、いや、そう、でも子供たちね、あのソーシャルワーカーの子とかにいて、これでも相談しても、あの解決策ないよねっていうことを相談できなくて飲み込んじゃった。そっか、病院忙しいだろうしとか、こう、うんうんうん、そっか、結局じゃあどうしたの、解決としては。まあ、どうしたんだろう。でも夫はすごく理解のある人だったんで、夫に話を聞いてもらったりとか、そういう感じで身近な人にこう、相談しながら、なんとか、とりあえず治療を乗り切ろうっていう。
そうね、まずは乗り切って、まあ、身近なね、旦那さんだったりだとかに相談して、まあ、本当はもっとね、そういうのがあればっていうかね、もっと、けどこんなレアな人少ないと思うからね、まあ、そういった人たちがあってとか、まあ、いろんな情報交換できたらよかったんですかね。まあね、この6年で結構多分綾世代とかのケアも変わっているので、今は多分もっといいケアがこの病院でもどこでもあると思う。ね、綾世代っていうね、15歳から39歳までの、若い世代の患者さんの世代のね、あれがね、あると思います。そしてですね、次にこちら、そして困ったことについてお話しいただきましたね。次はですね、工夫したことについて、ちょっと何か闘病の時工夫したことありますかね。困ったこととも繋がるんです。病院の先生も含めスタッフの方はもう治療に関してはもうすごくサポートしてくれてるから、相談先がないっていうのはもう自分の周りの人にいかに協力してもらおうかなっていうので、自分ががんで治療中っていうのを公表した上でいろんな人に助けをもらいました。それがあれですかね。次のこの写真になりますかね。一オン。例ですけど、これは、なんですか、お前ら飛べよ的な。ではがんですって言われた多分次の日だったと思うんですけど、この写真自体はその友達、初めに勤めてた会社の同僚のカメラマン、プロのカメラマンの子が撮ってくれた写真このです。で、写ってる方たち、私で左側に写ってるのが夫で、で、周りにいるのが会社のその当時の同期です。素敵ですね。これを撮ったなんか理由とかはあるんですか？これは、がん、入院中にがんですと言われて、翌日どうしようってなって、これからね、アピアランスも変わっていくかもしれないし、もしかしたらもうこのままね、治療がうまくいかないかもしれないって思った時に、今の自分の写真を残しておきたいなと思って、でカメラマンの子にそこういう事情でがんになったから遺影にもなるような写真を撮ってほしいってお願いをしたんですね。めっちゃ頼まれた方めっちゃやりづらいっすいね。や、寛解してからあれ頼まれた時俺駅のホームで泣いたって言われて、いややでろうもな。もちろんそういうちゃんとした写真は撮るけど、治療を一緒に頑張れるような写真を撮ろうよって言って、その友達にも声をかけてくれて、こういう元気な、すごい元気そうに見えるんですけど、これ退院してすぐぐらいでもう初めて私服着たぐらいで、もうなんとか歩いて家の目の前のもう猫の額みたいな公園に立ってただけなんですよ、私は。だけど周りの人がこんなの飛んでるんで、私も飛んでるみたいな。だからあれね、なんかまあ辛い時とか大変な時とか、まあ、この写真見てだったりだとか、まあ、ご友人に相談したりだとか、そういったこともしてたってことですよね。そう工夫ですして。ね。具体的に頼みたいことを添えて、連絡を取ってたっていう感じ。あ、いいですね。なんか牛乳持ってきてだったらこの人やなとかね。わ かんないですけど。本当こんな感じ、髪の毛のことだったらお世話になって美容師さんだなとか、そうやっていろんな人のプロの知恵を借りてっていう感じ。ああ、素敵。ありがとうございます。そしてね、そんな中で、闘病経験をこういろいろされてきた、藤田さん、このあと、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。次はですね、こちら。そんな藤田さんが、学んだことなんでしょうか。正直に打ち明けてみるっていうことです。お、正直に、今まで正直じゃなかったから。いや、今まいや、で。ごめんごめん、ちゃうちゃう、嘘、そんな真面目に捉えられた、ちゃうちゃう、いつも真面目ですよ、いつも真面目です。いや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 、いつも真面目です。そんな真面目な藤田さんが、
あえて正直に打ち明けてみるっていうこの言葉に託した意味、教えてもらえますか。あの治療の最初の方は、なんだろう、みんなに心配をかけたくないと思って、なんだろう、すごく前向きな患者として頑張っていたところもあったんだけど、それだけだと治療もその後も日々もこうずっと頑張り続けるってなかなか難しくて、実はこんなことがしんどいとか、こんなことが不安だとか、案外こう打ち明けてみると、むしろみんな言ってくれてありがとうみたいな感じで一緒に考えてくれるっていうことが多かったので、ネガティブなことでもなんか打ち明けていいんだなっていうのはすごく何のことです。確かにね、まあ、相談してもらう方からしたらね、確かになんか、うん、言ってくれて、頼りにしてくれるんだとかね、思ってもっとなんかこう親身に寄り添うとかね、もっともっと、そうですよね、患者さんでね、自分の気持ちを押し殺しちゃう人もいらっしゃいますもんね、実際ね。うん、ね、やっぱね、周りのためを思ってというかね、これ以上心配かけたくないとかあるんだろうなって。そう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 、だからこうちゃんとしっかり正直に打ち明けて、で頼ってみるっていうことですね、うん、はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、そんな中でね、藤田さん、今日はショートバージョンでもお送りしましたけれども、はい、本当にもうすごいいろんなお話を聞けて、本当、感謝です。ありがとうございます。はい、それでは、今日のガンノートミニ、終了していきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。